はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。じゃじゃーん。というわけでですね、今日もこいつをね、いただきながらお話したいと思います。というわけで、ね、ちょっと、俺の方が黒いね、今ね、完全に見たら。まあ、アメリカンドッグ、通称、俺ですかね。お、なんか大きさがこれぐらいのね。でも一応ね、ケチャップとね、なんだっけ、からし、マヨネーズ、あ、マスタード。まあ、あるんで、これやっぱり一応つけます。で、セブンイレブンなんですよ、この後ろがね。セブンイレブンね。です。でもストローがね、今ね、ないバージョンになってるんですよ、これね。普通のこれ、セブンカフェ、アイスコーヒーです。うるせえんだよでね、今ちょっとツッコミが聞こえたんで、わざとね、言ってみましたけどね、うまいですね。これ1ヶ月ぶりぐらいかな。アメリカンドッグ。うるせえんだよってね。まあ、自分で突っ込みながら食うのもなかなかおつっていうやつですよね。なんでうんって言うんだろうね。ね。昔ドリフ見てたら、前も動画で言ったと思うんだけどさ、ドリフでなんか食べるじゃないですか。志村けんとかが。必ずね、って言うんだよ。だから俺もね、昔、ドリフ食いとか言ってさ、ご飯食べるたびにさ、って言ったらさ、もう俺はお前うるさいんじゃってね、なんか言われた気がするんですよ。黙って食えってね。で、そんなこと言ったらさ、もう2分以上経ってるんでね。で、今日本題だけどね、もうちょっと最近、なんつうの？もうこの話続きすぎと思うけど、まあご時世だから仕方がないなと思うわけですね。さ、いろんな人がいろんなこと言ってるわけですよ。で、世界的にもさ、すごい今変化があるわけでしょ？もうほぼほぼ今鎖国なんだね、世の中って。俺、1ヶ月前から、アフリカ行ったり、タイ行ったりしてたけどね、これ1ヶ月遅かったら俺全然行けないよね。で、仮に行ったとしても帰ってこれないとかね。沖縄にもね、まあ皆さん連れて行くようになったわけですけども。まあそんなこんな全て、お流れになるところだったわけだけども、まあ今のところね、これという用事もない感じで海外に行く予定もないんでですね。まあちょっと幸いかなと思うわけですね。これさ、この3月20日っていうのが、おとついあって、なんか俺後から知ったんだけどさ、マヤ暦の計算間違いで3月20日に人類滅びるっていう説があったらしいですよね。で、最近俺ね、ハマってる動画があって、ジャルジャルのさ、フォレのね、ドキュメントの番組みたいな、これちょっと概要欄に貼っておきたいと思う。俺これをね、ちょっと単独でまた別チャンで、サブチャンでレビューしたいと思うぐらいに、俺が今まで YouTube で見てきた中です。もうベストオブベストな動画があるわけですよ。ジャルジャルのさ、フォレね。で、その中にね、アイロンヘッドっていう芸人が出てきてるんですよ。で、それ見た瞬間俺ちょっとハマっちゃって。で、アイロンヘッド辻井ってやつね、初めて見たんだけどさ、でその人のチャンネル見て、わ、こいつ天才だと思ったからさ、もっと売れていい人だよね。これから売れると思うんだけどさ、でその人のツイッターフォローしたら、なんかその人もね、今日はなんかマヤ暦で人類が滅びるって予言されてるみたいやけども、俺は予言滅びへんように予言するわとか言ってるんですよね。いや、なんか面白いこと言うじゃんって。で翌日にやっぱり滅びへんかってやろう、俺の勝ちやとかなんか言ってるんですよね。いや、ほんとそう。ジャルジャルめっちゃ面白いですよね。そのフォレのやつ。もう絶対見てほしい、あれ。これ、ね、20分ぐらいの対策なんだけどさ、あの動画。俺多分ね、20回か30回ぐらい見てるんですよ。俺の時間返せってやつでしょ。10回見ても200時間でしょ。20回見て400時間ですか。30回見たら600時間でしょ。600時間って10時間ぐらい見てんの？その動画一つに。アホだと思うよね。見てほしい。これさ、
ねえ、食いながら喋るなっていう感じだけどさ、俺いつも子供に言ってんだよ。ねえ、食べるときベラ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 次男と三男が喋ってるからさ、黙って食えって言ってんすよね。こう人のこと言わないの俺ね。最後ね、これカリカリが残ってるでしょ。ちょっと今日は多いね。うん。うん。カリカリにね、なんか衣の甘さが凝縮されてんだよ。というわけで、最近話があるけどさ、本題にも入ってないのに話変わるって何事やと思うけど、48時間以内ですげえことが起こるって俺去年の今頃配信して、今72万再生ぐらいしてんだよね。で、48時間で検索したらさ、なんか、俺のパクリとはちょっと言わないけどさ、48時間動画多すぎ。なんか最近いろんな人が影響出るでしょ。占い師からそのスピチューバーから、ね、みんな上げてるでしょ。いろんな人が、なんか。いいっすよ。どんどん、上げてくださいね。で、まあ、よかったら僕の、チャンネルどっか貼ってくれたら、もっと嬉しいよね。その方がね、実はね、関連動画出やすいっていうテクニックから、これウィンウィンでいきましょうね。だから、どん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 、48時間動画やったら、再生数上がりますんで、なぜかね。まあ、ちょっと話、本題に戻るけどね。その、マヤ歴うんぬんで、まあ、3月20日、滅びなかったわけよ。だけどね、俺、一部滅びたと思うわけ。そう、何かあったらさ、恐怖支配っていうの、恐怖支配っていうのが、滅びた気がする。要はですね、人が動くとか、まあもっと言うと、人が何かを買うときの理由って二つしかないんだよね。一つは喜び、で、もう一つは恐怖なんだよ。で、この話はですね、僕の栄養のメンターである香形平先生も言ってるわけですね。必要性とは何かね、人が人を何かを買うときは喜びと恐怖しかないと。で、僕がアメリカンドッグ買うのはこれは喜びなんですよ。喜びなんですよね。だけどね、今セブン行ったら一個しかなかったんだよ。その時に、めっちゃ食いたいわけでしょ。で、これ今買わなかったら今日食えないとかいう風になったら、ちょっと恐怖入ってるよね。だからその希少性とかよ、なくなるとかいうのを煽るってのは、まあ喜びがメインなんだけども、ちょっと恐怖も煽ってると。だからこの相乗効果で売れるわけですね。だから喜びと恐怖を両方刺激したらものが売れるっていうのがあるわけですよ。だけどね、まあ、じゃあどっちの方がね、喜びと恐怖とね、どっちの方が人は物を買うかって言ったらもう完全に恐怖ですからね。うん、喜びは置いといてですよ。恐怖を避けるために物事を買うっていう人も結構いるわけなんですよね。じゃあ、ご飯って何かって言ったら、これまあ両方なんですよ。まあ必需品というのはね、ご飯食べる喜びと食べられないことの恐怖とかあったりするわけですね。じゃあ、トイレットペーパー買い占めってどっちかというと、これ恐怖なんですよ。ね。いらないんだよ。トイレットペーパーがさ、家の中にたくさんあっても嬉しくないでしょ。でもなくなったらどうしようっていう恐怖があるわけね。だからまあ、喜びか恐怖ばっかりですよ。で、例えばとあるイベントに行くと、ね。なんか、アセンションのゲートが閉じるとか開くとかなんかそんなことを煽ってる方がいらっしゃったとしましょうね。仮にだよ、仮にね。で、まあ、我々はそのアセンションのリーダーだ、みたいな感じでさ、イベントを呼びかけるわけですよ。で、そこに参加したら、アセンションできると。生活が良くなるみたいな。ちょっとわかんないですよ。どうなのかね。で、それって結構恐怖なんですよね。だから実際にアセンションがゲートが閉じるとかなんとかって言ってる、発信者はともかくですね、受け手側は恐怖なんですよ。で、恐怖で、なんとかの統合、わかんない。まあ、そのワークをしたりとかするわけですね。いや、昔ね、それと似たようなものがありましてですね、2008年ぐらいかな、佐伯先生と語る会っていうのがあったわけですよ。あれちょうどね、2012年のアセンションに、要するに目指してですね、結成された会があるんですね。佐伯先生と語る会ってなんか噂になってたんで、俺ちょっと行ってきたらさ、もうこれ完全に恐怖とですね、喜びですよね。で、まあ、そこに参加したら、アセンションできると。で、参加しなかったらアセンションできないという恐怖でしょ。で、その参加したらですね、アセンションのリーダーになれるってことでですね、まあそういったことしてるわけですね。結局その佐伯先生の語る会って何者だったかったらですね、プライベートバンカーだったわけですね。で、そのアセンションのリーダーになるために、一口30万円で、なんか募金っていう、なんつうの、募集してるんですね。集金してるわけですね。ほんで、まあ、それを返しますって言うわけですよ。もうね、波動入りで返しますみたいな感じで言ってるわけですね。
ほんで、結局どうなったかってさ、リーマンショックで逃げたっていうですね、もうそもそもの話があったわけですよね。だからまあ、それに結構デジャブってるなとか思ったりしたんだけども、要はですね、恐怖で人を支配するとか、恐怖で物を買わせるとかいうのは、もうね、古いんです。もう完全時代遅れ。で、そういった意味では、その人たちは、滅びました。はい、これから滅びました。その象徴的な出来事はですね、まあそうやって人を集めてる人のイベントがなくなったりとかですね、まあその話もいいですね。まあいいですね。なんかね、お前しつこいんだって言われそうだけどさ、お前アメリカンドッグ食っときゃいいんだよって、まあちょっと言われそうだけど、なんかでもそれはなんか俺ね、一種の象徴かなーというなんかシンボリックな感じだなーと思ったわけですよ。で、まあ一方ですね、まあちょっと手前味噌なんだけどね、もう俺ね、もう恐怖ないんですよ。ね。俺の中でも恐怖なくて、もう喜びしかないの。ね。だから、ね、俺のセミナーだったり、俺のその旅だったりさ、めっちゃおもろいっすよ。でね、これに参加しないとどうたらこうたらって、まず言わないし、もう参加しなくていいしさ、もうセミナー来なくていいんですよ。もう俺の動画だけ見て、ぐだぐだ言ってコメントつけてさ、なんか言ってくれたら別にそれでいいんですよね。まあいい悪いも賛否両論全然大歓迎ですから。ね。なんか、お前は搾取してるとか言うけどさ、言う人いるんですよ、時々ね。俺搾取してないんですけど、別に。搾取って意味わかります？従業員とか労働者をですね、働かせて、で、本来100万円ぐらい売り上げてるものをですね、90万円奪い取るって、これ搾取っていう、絞り取るって意味ですよね。だって俺、ね、その旅行きましょうとかさ、セミナーしましょうとかさ、呼びかけてはいるんだけどね。で、呼びかけて、その方が、あ、面白そうだな、これ楽しそうだな、っていうところで来てくれるわけですよ。例えば、まあ、僕のセミナーなんかね、最近もう本当楽だな、と思うところがありましてですね。もうなんか、僕のセミナーに出て、何かを成し遂げたいとか、何か達成したいっていう人ね、あまりいないんですよ。まあ、いないっちゃゼロじゃないけどさ、いるんだろうけどね。あまりいなくて、何かあったらさ、俺の動画見て面白いし、この人に会ってみたいし、いや、この動画を実践することによって、すげえベネフィットを得たから、もうせめてなんかお礼としてですね、もうセミナー参加しに来た、今日はもうお礼に来たんですよっていう人、めちゃくちゃ多い。これほんま事実だからね。もう来て、皆さん聞いてみたらわかりますよね。うん。ねえ、いや、なんか、Q さんのセミナーに出ないと、アセンションできないのかしらとかさ、ねえ、なんか、貧乏になるとか、もうそんなこと全然言ってないですからね。もうそういうこと俺もう言わない。嫌いだからね、そういうのね。恐怖で支配するの。それもね、おもろいんだよと。人生はますます面白くないしさ、どんどん面白くなるんだよね。どんどん良くなるに決まってんだよ。ということでですね、僕も人前で喋ったり、人と酒飲んだりさ、旅行ったりね、みんなでワーワーするの好きだからね。これ好きだからやってるわけ。で、よかったら一緒に行かないと。ただね、無料でやっちゃうと、これは、よくないの。これ、まあ、昔無料でやってたわけ、実のところ。だからね、ちょっと変なこといろいろあるわけですよ。で、クレーム多いんだよね。無料とかさ、めっちゃ安くなると、クレーム多い。それ俺にとってストレスだし、喜びじゃないわけ。だから、ある一定の料金設定した方が、お互いウィンウィンなんだよ。お金ってさ、エネルギーだから、で、たくさん取った人間が悪いとかじゃないしさ、払ったのが払うの、なるべく払わないようにすることが善でも何でもないんだよ。俺だってお金払うしね、めっちゃ払うしさ。でもやっぱり、それなりの、暴利じゃないレベルの設定をさせてもらえてますよ。まあ、暴利と暴利じゃないレベルのその、基準って人それぞれかもしんないけどね。まあ、ともかくそうですよ。俺のスタンスはあくまで、ね、もう面白いんだという。だから俺この動画でもずっとそうです。もう一切、こういう風にしないと貧乏になりますよとかね、こういう風にしないと不幸になりますよとかも、俺言わないし言ったことないと思うんだよね。ね。いや、ひょっとしたらそういうニュアンスで受け取られることはあるかもしれないよ。受け手によって。でもないと思うね。だけども、俺のスタンスというか、俺の、まあ、性格って言ってもいいんだけどね。わかるでしょ？やっぱり、とことん P 発に行きたいというだけなの。アメリカンドッグ食ってさ、うんってただ言っていたいだけなんだよね。それ見て面白いな、ちょっと俺も私もアメリカンドッグ食うおって言って、ね、セブンのカフェ行こうって言ってや。ね、Qさんがあんまりうんって言うもんだからね。じゃあ私も食いながら、うんって言ってね、なんとなくこうやってシンパシーを得るって楽しいじゃん。それしないことの恐怖ないんだよ。だからね、これから先はもう一回ちょっとまとめますけどね。もうね、楽しい、喜び、愛、それだけで人間は動くようになるんです。これがアセンションなんだよ。ね。まあ、ただ、保険とかどうかって話なんですよね。保険は確かに、癌になったらどうしようとかね。まあ、その恐怖的な部分もあるんだけどね。これ保険は実はですね、
資本主義における保険というのは、これセーフティーネットって話がありまして、例えば俺海外旅行行くときに、まあ最近はね、クレジットカード付帯の保険でいいんだけども、まあ今まで海外で俺保険使った後一回もないんだけどね、こんだけ海外行ってるんだよ。でも、だけども使ったこと一回もないわけ。だけども、その、クレジットカード以前から、ずっと俺海外旅行で目覚めてから、20年前の世界一周の時からもう5万円ぐらい出してですね、1年間の海外旅行保険入ったりするわけですよ。まあ結局使ってないんだけどね。けどね、もし、海外旅行保険に行かずに海外に行くと怖いわけね。ちょっと怪我する、ちょっとなんかするだけでさ、うん十万、うん百万取られることあるわけでしょ。でビクビクしてさ、楽しめないんですよ。つまりこれセーフティーネットで何かあったらサーカスのネットと同じで、何もないもうね、危険な落ちたら死ぬぐらいの状態で演技できないんだよ。パフォーマンス発揮できないわけ。だから、いや、どんなことがあってもね、落ちたところで命助かるし全然 OK なんだよ、セーフなんだよっていう安心安全のもとで、パフォーマンスしたら、サーカスしたらさ、すげえいいパフォーマンスできるわけね。同じように海外旅行も、いや、ちょっとなんかあってもね、保険で全部カバーできるからと思って行った方が楽なの。だから、保険というのは、実はこれ喜びでもあるわけですね。まあ、俺保険のセールスとかしてないですけどね。だから、あらゆることにおいて、ね、その、喜びと恐怖って両面あるんだけども、これから先は、喜びで人は動くんです。はい。で、そういう意味では二極なんかなんですね。だけども、いや、私ちょっと恐怖でなんかいろいろ動いてしまうか、なんか傾向があるわ、というふうに思ってるならばさ、もうこの動画見たからいいんだよ。あ、私はこれから喜びで動きますと。喜びを共に、愛と共に俺は生きていくんだ、私は生きていくんだ、というふうに、今思った瞬間にね、恐怖サイドの立場からね、喜びの方に移れるんだよ。もう一瞬、うん、別に努力する必要ない。もう、あ、私は喜びで生きていくんだ。で、思うだけ。それで一瞬でそっちに行けるだけだね。だそういうためにね、まあ俺この動画配信してるっつうのもあるわけなんですよね。というわけでですね、ね、アメリカンドッグ食って、言いながら、喜びと愛とね、楽しいにね、繋がりながら生きていきましょう。どうもありがとうございました。